お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れディオということで、この1時間はあなたのお耳をジャックするということでね。えー、まあ、いろいろこう家事しながらとかね、うんと、ちょっとホッとしながら、え、なんですかね、えー、このラジオは学生さんが聞いてるのが多いんで、クラブ活動とか終わった後にね、えー、いていただけたらなって思ってますけどもね。 えー、そんなわけない。学生の視聴者ゼロですからね。えー、<laughs> まああの会社終わりにどとかね。そういう感じで聞いていただけたらねって思っております。はい。えー、今日やっと雨が上がって、えーね、天気が良かったですね。 うん、で昼間はね、ちょっとこう、ウーバーやりながらも、うんあ、ちょっと暑いかな、ぐらいな感じでしたけど、うん、ここに来る時もうちょっとね、えー、まだジャンバーあって、僕バイクですからね、バイク乗ってたらジャンバーがあってちょうどええかな、っていう感じの、うん、気候でしたね。えー ちょっとね、いつもね、もうこれぐらい、ゴールデンウィーク中って言ったら、僕のなんか想像というか、あれでは、もう半袖やったんちゃうかなとか思うんですけども、うん、今年はちょっとまだ寒いんかな、えー、あの、まだちょっとジャンバー系が羽織るものがいるようですなと思ってるんですけども、うん、えー、ね、そうそう、皆さんぜひね、 えー、お便りの方とか、えーね、今日は生放送ですんでね、ぜひいただけたらなと。ゴールデンウィークみんな何するほんま、ね、始まっちゃうよ、ほんまにね。うん。もうだって、明日の金曜日仕事終わったら、始まるでしょわっとね、うん、29、昭和の日からね。 1,2、うん、っていうのが中途販売にまたこれ、月、火はみんな会社行くんですかねうん。で、えー、また、えー、水木金ぐらいが休みなんかなうん。で、で土日と。また休み。だ来週は、月、火以外は休みになんねんね。うん、もうあのね、なんかあのーな、何やろ。 僕ね、その仕事っていうか、そのサラリーマン歴がないのでね、いまいちそのカレンダー、カレンダーを意識してそんなにおらへんので、一瞬わからなくなるんですよね。うん。えー、そうか。来週は皆さんお休みなんですね。ぜひ楽しんで、どっかにね、お出かけ。あ、でもなんか、ちょっと確実じゃないけど、噂にふわっと聞いたら、ふわっとぐらい聞いたら、なんか、雨、 が振るとか言うてましたね、うんねえまあ奥な内とかそういうところ行ってねあの楽しみはるんかなたまたま昨日ちょっとご飯食べに行ってたらあ知り合いがあのねええー、子供とかをどっかゴールデンウィーク連れて行きたいんやけど、えー、雨やなあいう話をしとって海遊館かなあとか混むかなあとかそういう話 してた、えー、んで、ちょっと思い出して今ちょっと喋ってみましたけども、うん。映画とかがいいですよね。うん。あれでしょう。スーパーマリオが始まりますよね、えー。明日からか。もうなんかすごいらしいですね。もう、えー、先行では、あのー、上映してるアメリカとか記録塗り替えてるらしいですね。 うん、で、えー、日本にもいよいよ明日上陸ということで、まあ、ゴールデンウィークはスーパーマリオ、みんな行くんちゃいますお子さんから、ねえ、俺もめちゃめちゃ見たいんですけどね、スーパーマリオ、なんかルイージがなんかね、さらわれてとかいう、そういう話になってる。 っていうのはき、ちょっと触りだけ聞きましたけども。うん、で、いろんな映画行った時の、あの、予告でね、えー、その辺は出てるんですけど、すごくアニメ、あの、面白そうでしたね。うん。あれはグラフィックアニメっていう、一応アニメになるのかなあれね。なんかすごく面白す、見たいなーって思いましたけどね。うん。あと、僕ね、アニメってね、そ あのー、そんない,い,いや、いやってこれ何の嫌やねいや、好きなんですよ。好きなんですけどね。なんか、まあ僕51歳でしょう。ほんならね、まあ言うたら生まれた時からもうアニメっていうか漫画。当時はアニメ言い方してませんでしたね。なんかテレビ漫画みたいな感じで言うてました。 うん、いろんなものをこう見てて大好きやったんですけどもで高校ぐらいの時かな,なんかまあアニメっていう言い方になってで、えー、アニメ大好きとかねなんかそういう深夜番組があったりとか持ちはやされたんですけど今となってはもうねもう日本のこのジャパニメーションって言ったらもう。 世界にね、名だたる、もう、なんていうか、もう、その、なんていうかなもう、大名詞じゃないですか、アニメって言ったらね。だけどね、正直ね、ちょっと、あの、違ういうのもありますけど、僕の感覚でね、ちょうどね、ほんまに高校生のとかの多感な時期とかにね、 なんかね、まあこ、ちょっと恐れ多く言いはしていただきますけど、ちょっとね、こうアニメ見てるやつってダサかったんですよ。うん、もう今はもう全然そんなイメージないですし、面白いし、もう、高校生でもなんか若い子でももうアニメはもうイケてるもんでしたけど、なんかね、オタクっていう言葉がね、当時あってね、うん、そういう、ま、あのー、 ね、アニメオタクとか言ってねちょっとねこう女子からとかにねちょ,ちょっとバカにされるようなねちょっとこう空気が一瞬あった時期がねちょうど僕のほんまに高んだ高校生とかの時期ででまたねほんまにちょっとあの俺の友達とかのね、えー、大仏大仏って言われてたような。 あのーね、いじられキャラみたいなそういう子がやっぱアニメオタクやってねアニメばっかり見てた子やってなんかそういうのも重なってねなんか、うん、そんな空気は正直あったんですよね、うん、でもねそっからやっぱりジ,ジブリとかそういうのがやっぱおもろいでってなってきて。 だん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 変わってきて今やもう僕アニメ大好きですし何やったらさそういう特撮とかアニメとかもう今年なんてから見に行った映画あったら「スラムダンク」でしょ「ファーストスラムダンク」で「新仮面ライダー」とかで、ね、もうそういうアニメしか行ってないですよであと何やろ最近ねめっちゃ面白いアニメに出会って、えー、皆さん知ってるでしょうかね「推しの子」っていうね、えー、タイトルの アニメなんですけども、これ、ネットフリックスとか僕入ってるんで、それで見れるんですけど、まだ、えー、まだ1話、2話ぐらいしか、えー、ずっとこう毎週配信されていくんかな。うん、それでちょっと楽しみではあるんですけど、これに僕、まだ1話と2話なんですけど、もう、はまりドハマりしましてね、めちゃめちゃ面白いですね。推しの声言からね、一応、アイドルのこう推しとか、 ねえジャニーズとかでも「誰々推し」ってあるじゃないですか。あんな感じのアイドルとそのアイドルオタっつったらおかしいけどアイドルファンのそういうなんか、ね、恋愛っつったらおかしいけどそのなんかそういうドラマなんかなと思いきやあのもう1話の時点でガラッともう。 もうあん,まあんまり言いませんけど、ガラッとね、もう変わりまして、え、そ、そんな方向のア,メにアニメになっていきますかは、ストーリーになっていきますか、いうね、僕なんかこういう、なんかサスペンスとか、そういうの好きですから、あのーね、ね、えー、すごい、すごい内容のね、えー、ストーリーが展開されていく、うん、話に。 変わるんですよねねあれ面白い、ね、うんまあぜひ、まだねあの、なかなかこう、あのー、いっぱいシーズン1、シーズン2、シーズン3とかあって、もう見る気なくするやつあるでしょあの、えー、何々面白いでって友達から聞いて、あ見てみるわって見よう思ったら、もう、もうシーズン7まであったら、もうやめようってなるでしょ、僕なるんですよね。 だけど、大の子はまだシーズン1で、まだ、それしかも1話、2話しか放送されてないんで、放送というか、配信されてないんで、まだ追っかけれると思うんで、ぜひ、えー、そういうね、えー、何らかの配信で見れる方は、あの、おすすめですね。うん、ぜひ見てください。はい、えー、まあ、そんな話から、うん、えー、 今日ね、久々にジーパンを <laughs> 履いてきたんですけどもやっぱり段あの,普段あのウエストがゴムゴムしか履かないんで、えー、久々にジーパン履いたらやっぱり苦しい。<laughs> ねええー、そんな。 ねえ、ことを言うてみましたけども。で、ええー、今日ですね、先ほど、まあ、今日はもうずっともう何本撮りやねんっていうぐらいラジオが、まあ、ゴールデンウィークとかの兼ね合いで収録のやつもありましてね。で、先ほど、ちょっとね、僕の友人であり、ええー、まあ、一応年齢的には先輩に当たるんかな。ニオソウスイっていうのがね、ええー、和歌山から来てくれまして。まだこの模様は、えっと、いつだか、あの、堀さんの、 ラジオでで、ね、収録があったんですけども、えー、このラジオ岸和田で28日の夜の10時から、えー、放送される、えー「燃えるあれこれラジオ」というのがありましてそちらで、えー、放送されますけどもまあ尿酸水久々に僕ね尿酸水とはよく電話というかスカイ風で喋ってるんですけども。 お互いね、もう年やから安否確認じゃないけども、もうホットラインのようにね、ええー、いつも確認、生命確認してるんですけど、ええー、命の命の確認のやり取りしてるんですけどね。えー、えー、実際会うのはね、本当にもう今年初めてな感じですね。だから今日、尿素水に明けましておめでとうございますって言われましたから、ああ、そうか、言うてね。うん でまあ喋、えー、ったんですけどまあおもろいなあのおっさんはほんま、えー、と素人丸出しなんですよね。でまたその何やろうなこれむ、まあ、さラジオでもね言うたんですけども、うん、とこういうだから僕らみたいななんていうかなちょっとこう,う、まあ、演者側にも立つ。 ね、芸人とかって、例えば、まあよ,よく僕、鼻毛のおばちゃんとかに豚とか、これからの季節ね、焼けるから黒豚とかなんかそういうふうに言われて、だから、なんていうかな、もうその、黒豚とか言われたことでもう、なんていうかな、笑いに,に持っていこうとするしたりね、まあもう、そういう感じで、どっちか言うとは美味しい的なね、 うん道歩いとってもなんか近所の小学生に「ブタ!」とか言われたら「お <laughs> 前、まあ、殴ったろか!」とかいう話にはしますけどどうにか心の中では「やった!」みたいなね「ありがとう」みたいなそんなことがあるんですけどもまあ言た尿素水とかはね、えーまあ、基本素人さんなんでやっぱり尿素水って1 1 0キロぐらいあるんですけどもやっぱりそういう。 あの言葉を言われたらやっぱ怒るんですよね。えー、傷つくって言ったらおかしいけど。うん、プライドがね、えー。そこの差やなと思うんですけど。だから、えー、こう、海戦山戦の感じでね、こう、いろいろこう、これ以上言うたら怒る、怒るね、プライド傷つけて怒るやろな。でも、やっぱ面白いギリギリをこう、僕はね、えー、突っ込みたいんでっていうのをこう、うまい具合にね、えー 泳いでそこの、えーねえー、地平線を泳いで、えー、あのなんとか収録してきましたけど、うん、あの面白いなと思ってね、うんえー、<laughs> やっぱり,あや,っぱりやっぱり怒んねんなと思ってね <laughs>、うん、だから、まあ、そこでラジオでもちょっとラジオのね、えー、どういう、まあ、トークの流れでね 尿素水ってこうあの、昔の、昔の自動販売機とかを巡るのが結構好きなんですよね。あのー、これラジオ聞いてるリスナーさん分かるかな昔、あのーえー、うどんとかそばの自動販売機あったん覚えてますうんそ。まあまあ、そういう話になったんですよ。で、うどんの自動販売機あったよなー言って。んで、妙にね、やっぱうどんの自動販売機って、なんかこう、 自自動販売機の機の械自体が大きいんですよ、ね、うんでねまあそう,そういうのをこうなんか今でも一台神戸にあるらしいでいう話になって「へえ見に行きたいな」とかいう話で。 こうねそまあ、尿素水はその自動販売機の中に入りたいんやろっていう、ね、なあの話になったら、まあ、お普通の乗りつくもそうそう俺が入ってな」言うて「うどん湯がいてな」とか言うてくれたらええねんけどもその自動販売機の中にあの尿素水は入るもんなって言うたら「誰がじゃ!」普通に横に貼って。 あの辺があのあの普通さがまた面白いねんなうんねはいまあそういうラジオをぜひね28日夜の10時からラジオ岸和田でお送りしますんで、えー、聞いていただきたいなと思いますはいえー、まあ堀ですさんもねだから大柄3人でちょっとね、えー、やってたんですよねうん あのー、一回ね、そのまあ、森シ森ン、あのー、がね、まあ、まあ森ンという芸人がいるんですけども、最近、ちょっとね、ウォーキングし始めて、体重が8キロほど、だからちょっとね、シュッとしたように見えたから、あれ、森ンは痩せたっ言ったら、はい、言うて、なんか申し訳なさそうにね、<laughs> はい、痩せてしまいましたみたいな感じで、お前、何やってんねん言うて、俺もね。 お前、痩せたらあれやで、言うて、俺ら、おまあ、僕、まだ1回しかやってへんねんけど、大柄さんいらっしゃい,いう、ね、ライブをやってるんですね。それの、お前、メンバーから削られんで、言うたら、いや、そんなに兄さん、そんなんって言うけど、いやいや、それはやっぱあかんで、って大柄さんいらっしゃい言うてんねんから、やっぱ大柄じゃないとって言って。で、まだ、あ、1回しかやってないね、大柄さんいらっしゃい,いうライブをね。 えー、今日も、まあ、そろそろね、えー、第2回、白毛あたりのちっちゃな箱でひ,ひっそりとね、えー、やらしてもらうんはどうかなっていう話を今日ちょっと、ラジオ終わってからしてたんですけどね。まあね、需要がないんですよ、そのライブ。<laughs> だいたいね、その、デブお、おっさんだけでも嫌われる対象やのに、デブですよ。また、デブで、 おっさんで、で、何よう、よ喋る。で、男の喋りはね、うるさいでしょ。うんね。デブで、おしゃべりなデブのおっさんって、一番この世から、ね、いらん存在でしょ。<laughs> それが3人も集まってね、えー、ライブをしようかって言ったらもう、需要がないからお客さん来えへんのですよ。 ねえまあそれをね、えー、また。 しようかないう話を、ねえー、さっきもう誰が得やだ誰が得やねんっていうね、話なんですけども、まあ、そういうなんか無謀なことをたまにね、したくなるんですよ。これほんのお客,お客さん絶対消えへんでっていうやつをね、なんかこう、企画立ててみたりとかね、えー、そういう無謀なことをちょっとやりたいな思う時があるんですけどね、さすがにゴールデンウィークみたいなね、そんなこう、土直球なところにはそのイベントは持ってこれ ないんですけども、えー、愛の日にね、えー、こうちょっと入れたいなと思っておりますはい、えー、そうですね、えー、あ、お便り、えー、もらってますね、えー、さあ、えー、はい、えー、毎度おなじみ、えー、介護士ボクサーさんですありがとうございます いつも、えー、楽しい放送ありがとうございます。今回も行ってきました。21日のライブ、不思議なピーチパイ。はい、そうですね。ご来場ありがとうございました。えー、おい井川さん、えー、客席にいたときは正直気がつきませんでしたが、舞台に上がるとあの存在感、えー、女性客もお構いなしの放送禁止ネタは見事でした。 森春も客席からカツラをつけての登場。皆に突っ込まれながら奇妙なダンスを、えー、奇妙なダンス漫談。このライブでしか成り立たない、ほのぼの舞台ですね。そしてこちら、客席にいる時から、まがまがしいオーラを発散していた、今回初登場の消しつぼさん。<laughs> えー、不思議な、 短編小説のような一人コントは次も見てみたい。大不安になりました。えー、ラストはジャックさんとおばちゃんの漫才、えー。歯が浮くという飛び道具でパワー全開のおばちゃんをしっかりとした技術でサポートするジャックさん。鳥にふさわしい漫才でした。 客席から、えー、演者さんが出てくるこのライブ <laughs> 始まる前も終わってからも演者さんといっぱいお話できる素敵なライブピーチパイ万歳ということでありがとうございますそうなんですよね、えー、21日ですかね、えー、不思議なピーチパイ難波、えー、白芸の方でね、えー、やらせていただきましてやっぱもう最近はね不思議なピーチパイがお客さんが 結構入るんですよだから、尿送水もね、一時不思議なピーチパイはずっと出とったんですけどね、最近、あのお客さんがあのめっちゃ入るから、もともと狭い箱なんですけど、お客さんが入るからその、演者たち、もちろん演者たちが座る椅子もね、もう来ていただいたお客さんにここどうぞで座ら座ってもらうじゃないですか。ほんだもう演者は当たり前やけど、立つんですね。 なあ、あのー、尿送水は、その、2時間のライブ中ね、居場所がない、言うて、立っとくのしんどい、言うてね、えー、<laughs> デブあるあるでしょ。うん、なので、最近、不思議なピ、えーチパイは、もう、来ないんですよ。<laughs> ねえ、そんな、えー、お客さんが結構入るイベントにな,なりました。ありがたいことにね。うん えー、不思議なピーチバイですけど、今回もね、お客さん、えー、いっぱい来ていただいて、えー、このライブはね、本当にお客さんと演者が一体感にね、なんか変な、なんて言うんかな、空気感、オーラみたいなに包まれるライブでしてね、えー、全然もうお客さんも、こう、ま、 あのねやじって言った言い方がねやじってなんかこう結構傷おもんないぞーとかこう傷つけたりするのがやじやと思うんですけどなんかねお客さんが思ったことをこうあーついついこう言うてしまってもええみたいなねなんかそういうお客さんのツッコミも OK みたいなね。えー 普通、ちゃんとした、ああいうね、寄生みたいなね、そういう舞台やったら、そういうのは困るんですけども、不思議なピーチパイに関しては、全然そういうのも OK みたいな感じで、まあ、不思議なネタを演者がやったら、なんやそれとかね、思わずこう、心の声が漏れても OK みたいなね、そんなライブなんですよね。 こっちも俺もな、俺も見てても、なんか変なネタやってんなぁ思ったら、なんか、何やそれ、え、どういうこととか、もう終わりとか、落ちはとかね、ついつい言うてしまうね、えー、ライブなんですよね。うん。それが変になんか、えー、お客さんと一体感があっていいなと、最近は思ってるんですけども、うん。えー、まあここでも買い 書いいてるようにねおい川がねおもう今回ねなんか特にえぐかったなあいつ <laughs> あのー、女性客多いんですよねんいやのにもうそれ分かってんが何なのかえー、ほんままあ、まあ、このもちろんこのラジオでも説明できないネタをやりまして、えー ね、<laughs> あのアホだけはほんま、ねえー、そんなんがありーのとかね。で、モリッシュンはね、モリッシュンで、あのー、モリッシュンはね、体型がね、あの今流行ってるバウンディーっていうね、あの紅白にも出た歌手の、ね、アーティスト、バウンディーいう人に体型が似てるんですよ。だから体型が似てるから、 でバウンディーーってフあのー、うんでフードかぶって顔ほぼ隠してるのがバウンディーやからその感じを出して、えー、踊ったらおもろいんちゃうかって言うてやらしてるんですけどもまあ森春がまあびっくりするぐらいにね もうこのネタね、だから紅白が終わって、あ、紅白見てたら、あ、森旬、バウンディー似てるなぁ、思って、だから、1月、でしょ紅白終わって、1月、2月、3月、4月とあって、2、2ヶ月に1回だから、2回ぐらいチャンスがあったんですよね。えー、ほんならあいつね、それ説明して、お前バウンディー似てるから、こう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 やってやれよって言うてんのにね、びっくりするんですよ、あいつ。 パーカーを着てこないっていうね。<laughs> 持ってこないっていうね。そういう、いや,いや、パーカーやんバウンディってっていう、ね、えーそ。そんなんをミスをして、えー、なかなかバウンディのね、ネタできなかったんですけどね。<laughs> ねで、ね。だから2回目もね、あいつ、あいつ、ほんまに、ええー、って思う。 パーカー着てこなかったんですよ、え、兄さんいるんですか,かいるに決まってるやろ、ね、ディティールをこだわれ、言うてね、言うてるんですけど、ほんで、ななんかこう、ね、バウンディーネタを見てみたいいうお客さんがね、私のパーカー貸しますよ、言うてくれて、でそれを着て、えー、やったんですね。ほんならまあ、どんぴしゃぶわー、受けたんですよね。うんで やっと意味が分かって、ああ、こういうことでフ、フード付きのパーカーがいるねんなっていうことがやっと分かって、で、えっと、この前ね、ちゃんと買ってきたんですよね。で、でそこに、あいつはね、なんか、一回なんか付け加えたらもうダメなんですよ。だから、森旬と、前まではこの、この、フード被ってたけど、バウンディってね、あの、ちょっとこう、 あのまあ、細かいディティールをこだわるなら、ちょっとねあの、パーマかかってるんですよね。うんうん、ちょっともじゃもじゃなんですよね。で、そのもじゃもじゃなところにフードをかぶして、ちょっとボワッとさせて歌うっていうのがより似,る似てるように、似さすためにはそれが必要なんですよね。で、頼むでーって言って。で だからまあ今回あのー、もじゃもじゃのかつらを森衆に用意してきましたわ。でちゃんとフードも持ってきましたわ。うん。でだからフーそのもじゃもじゃのかつらをかぶってフードをかぶってやるのにあいつかつらかぶってねあのー、バウンディのネタも始まってんけどフードを今度はパーカーせっかく着てんのに。 フードををるるのを忘れてるんですよ、ね、あいつだからまた意味ないんですよ。ただ単にもじゃもじゃなカツラのやつが踊ってるだけになってもうてね、もうなんやねんお前言うて、これをかぶるんやこうやって言うてね、もう俺途中で出ていって直しましたからねほんま、うんまあ。そんなね、えー、感じのネタ漫談しつつ、 で、あと、ここでも書かれてるんですけども、え消しつぼ。この消しつぼがすごいね。女性なんですけどね、身長がねあの、僕もっとちっちゃく見えたんですけどね、140センチジャストらしいんですよね。下手したら139センチかなっていうぐらい本当に小さい女の子でね。で、まあ、なんて言うの、不思議なオーラを持ってまして、えほ、ー、んで、 あのー、今回初出演初登場やったんですね、えー「不思議なピーチパイ」まあ不思議なピーチパイに似合ってるっつったら似合ってるんですけども、うん、まだその「不思議なピーチパイ」ってそういう今言ったような独特なお客さんからもツッコミが入ったりとかネタやってる最中に。 別にトイレ行ってもええし、えー、あのドリンク頼んでのあの、ね、ビール飲む人は飲むしみたいな独特の空間でやってるからあ例えば一人こあの漫談とか漫才とかやったらこう、ね、お客さんにツッコミ入れられても「何やねん」とか言ってそのお客さんを逆にいじったりとかしてこう笑いに持っていけるんですけど、えー、そういうことが あんまりわかってないから、ケシツボさんは今度、今回ここにも書いてあるようにね、短編小説のような一人コントで来たんですよね。一人コントって、しかも独特の間を作らなあかんでしょう。しかもまたそんなにお笑い、芸歴そんな浅い子ですから。えー、またね、あの、あ知った激励じゃないけども、何て言うんですか、お客さんもね、 えー、俺もこう見とってねあこれあ今日コントや消し壺って思ってコントの時にバッて変な合いの手入れられたらちょっとタイミング狂うしい、えーね、笑いの雰囲気も変になるからこれは入れたったらあかんなお客さんもいちゃんと聞いて今回は 入れんといたってなーって俺はちょっと願ってたんですけども、そんなお客、素人のお客さんにはわからないじゃないですか。うん。あの、案の定もう不思議なピーチパイのお客さんは、一人コントをやってる消しつぼさんに向かって、えー、一言も二言もなんかね、突っ込み入れるんですよ。ほんなら、まだ慣れてへんから消しつぼが、バッとこう、コント中にわーっと言われるもんやから、それに反応してしまうんですよね。あだ,だから変に間がずれて、変におかしなって、えー なんかまだ,まだ慣,れ慣れてないっていうね、えー、あのお客さんもだからあの歌舞伎でもなんかあるでしょ「何々や」みたいな「なりたいとか何か言うじゃないですか、うん、あんな感じのね、あのー、いいこう入れるタイミングみたいながあるんですけどね まだお客さんも岸ツボさん初めてやったし、岸ツボもそういうお客さん初めてやったから、まだ両方がいい感じにまだな、あの、なってなかったんか知らんけど、ちょ、ちょっと変な空気にはなったんですけど、なったんですけど、まあそれは、あ愛のあるツッコミちょって言ったらおかしいけどね、えー、イベントを盛り上げようとしてる感じなんでね、えー、岸ツボさんにはこれに慣れていくんやって、これはある意味洗礼やから言うてね、えらいこう、 ええー、は、エールを僕はお送っときましたけどね。ほんだら、消失も、私はまた出ますって、次も、次回も出ますってね、あいつも、あのー、ね、負けん気強いですから、ええー、ね、そういうふうになって、ええー、くれたんでよかったなとは思ってますけども。うん。ね。で、まあ、最後はね、俺とおばあちゃん、もうこの、最近、ピーチパイ、 とかではお馴染みになってきたんですけどね、えー。普段ピン、ピン同士でやってるまあ、花毛のおばちゃんと、俺がね、えー、この日だけは漫才をするっていうね、えー、そういう、あのー、ピーチパイ名物、花毛のおばちゃん、 山田ジャック漫才ですね。えー、これ、だから、まだ名前はないんですけどね。あのー、何にしようかな。だから、えー、一応、ね、師匠と弟子やから、シテいやから、あのー、花芸図みたいな感じでね、シティズにしようかなとか思ったんだけど、シティっ帯たらなんかシティに聞こえるから、ほんなし シティーボーイズさんって、大竹誠さんとか、北郎さんとかのね、佐伯さんとかのシティーボーイズっていうコントグループあるじゃないですか。だから、し、それにちょっとこう、オマージュで、シティーボーイズにしようかなとかね、いろいろこう、考えててでも、シティーボーイズとシティーボーイズってちょっと似すぎてるから、ゴロが。 これはちょっと間違うなぁ思って。で、花毛のおばあちゃんに一応、その時、その時は、一応シ、シテイボーイズにしようか、言うて、えー、ラジオで、あの、おばちゃんがね、日曜日やってるサクランラジオの方で告知して、言うて。ほなおばあちゃんも案の定、僕ちゃんと、ね、あのーおき、シティとシテイを見間違えへんように、シテイってちゃんとね、でかく書いたんですけどね、 えー、僕がカタカナで書いたんが悪かったな。えー、シティーボーイズって呼んでましたからね。<laughs> えー、えー、うん、あのおばあちゃんの、私とジャックがやるシティーボーイズって、いやいやいや、違う違う、シティーボーイズやっつってね、えー、ツッコミ入れましたけど、うん。だから、シティ、あまりにもシティーボーイズによるから、シティーボーイズって、 おもろいけど、使われへんなぁ。やっぱり、していいずにしようかなぁとか、いろいろこう考えとって。えぇ、ー。ほなお客さんに何し、何しようかな思ったら、もうお客さんも、思いつきやねあれもう、思いつきで、ジャックと豆の木って、そのまんまやないか。<laughs> ジャックと豆の木って、そのままグリム童話がかなんかそのままでしょ、ジャックと豆の木って。だから、ジャックと豆の木やったら、おばちゃんの存在感があまりにも失われてるから、ジャックと花の木にしようかなとかね、いろいろこう、コンビ名を今ね、ちょっと模索中なんですけども、別にまあ、コンビ名もなくてもええかなとも思ってますしね、えーあのー、まあ、いろいろね、いろいろ考え中です。はい えー、そんな不思議なピーチパイがね、えーあの、行われまして、ぜひこれ2ヶ月に1回なんで、次回はまた6月にありますんで、ぜひね、来ていただきたいなと思います。うんやっぱあれですかね、このラジオね、まあ、お塚レディオはもちろんまあ当たり前やけど、花毛のおばちゃんが圧倒的に人気があるから。 そのいろいろ僕 YouTube でね鼻、えーまあ、毛のおばちゃんのお料理ちょい飯シリーズとかでおばちゃんとやってるラジオっていうやつとかこうなそっちはやっぱりこうねえー、なこう再生回数がすごくあるんですけどもやっぱりもう僕の。 力不足でねおっさんだけのこの、えー、おつかレディオとかでこのラジオはやっぱり、えー、あの聞いてくれてねいろんな優しい嬉しい、えー、すごく励みになるコメントたくさんもらえるんで本当にこれはこれで僕は堂々とやってますけどもやっぱりこう再生回数が、えー、少ないんでね,ここで、えーね でも再生回数少ない言てもねこの「お疲れ量」がねもうだいたい2000回近い1500とか1700とかそんな感じで再生回数回ってますんで、えー、もうありがたいことなんですよねうーんでまあでもまだまだこの何て言うかな、えー、このラジオでこう またね、イベント来てくださいねって、こう、告知をね、しても、なかなかこう、ライブに実際、いや、僕も気持ち、も気持ちっていうか分かるんです。なかなかこうね、その日に合わせて、えー、イベントに足を運ぶっていうのはなかなか難しいじゃないですか。あーだけどそこをね、超えてね、一度いっぺんね、あ、花毛のおばちゃんと山田ジャック漫才してんのか、 花毛のおばちゃん好きやしな見に行ったろうとかいう人がねぜひ勇気を持って、えー、ナンバ波白芸にね6月はぜひ、えー、来ていただけたらいいなと思っておりますけどもね、うんうん、こうやっててねあ毎回新しいお客さん来るんですけどもあのー、ね、えー、こうなんていうか。 ドカッと。まあ、でもね、これ、あんまり言いすぎて、今、南波白芸っていう場所、小さい箱でやってるから、そこにドカッと来られても、これはこれでまた辛いんですけどね。えー、だからまあ、今で、ね、ちょうど、え言うたらちょうどいいんですけど、ぜひね、いろんな、いろんな幅の人に見てもらいたいから、ぜひね、来ていただきたいなと思います。はい。えー、 最近まあ本当にねおっさん化がおっさん化現象ね、えー、進みましてねうんもうこれさなんか自分でもこうびっくりしてるんですけども最近僕演歌をね演歌を聴くんですよね。 あの僕まあ小さい頃とかもちろんねあの親父も演歌好きやったし聴、えー、いとってまあちびっこながらにも、えー、演歌というのは、まあ、当然あったけどやっぱりこう中学高校だったらど,どうしてもね演歌じゃなしにやっぱりそういうポップスが好きやったし子供の頃から。どどんどんそれが ロックンロールとかパンクロックとかいろんなことを知って洋楽も知ってどんどんそっちに影響を受けていってえもう何やったらもうえ演歌なんてダサい演歌なんて嫌い演歌なんて聞かんくても全然俺は OK だぜみたいなそんなね感じでずっと生きてきたんですけどもね最近演歌が染みます <laughs> ほんまにねね えー、もうねウーバーイーツしてるでしょだからこう,うまあ暇やしあの運転してる最中鼻歌でもね最近なんか特にあの気候がちょっとあったかなってきたから鼻歌がすごく出るんですよね、えー、今まではもうなんやろうな普通に、えー、自分の好きなポップソングとかロックとかパンクとかいろいろ歌って。 ってるんですけどもそれがねもう演歌に変わってきましたよ俺もう水にただよ浮き草にとかねあの <laughs> あもうおっさんですわもう ねえ、お前と道連れに、っていう、道連れやな。あんなんとか、左で、あの、トドサマキングスのあの、涙のミサオとかね、しこんなん知らんでしょうもう若い子なんか。あなたのために、やつ。 <laughs> 守りとしたっていうね、とかね、まあまあ、そんなんをね、なんか聞いて、自分の中で喜んでるんですよね、あれは、なんか自分の中の心境の変化。いや、でも、どっぷり、あれですよ、どっぷり演歌だけが好きなわけじゃないですよ。まあ もうだから演歌というものも好きなジャンルが一つ増えたっていう感じですね。だら相変わらずもうブルーハーツとかパンクロックも大好きやし、ねええー、そういう、えー、まああんまり、ね、<laughs> だからあの、まあ、ビーズとかねそういうのも聞くじゃないですか。うん、で サザンとかも聴くしもうまあまあいろんなジャンル聴きますけども、うん、それに最近は、えー、演歌が加わったっていうねはい感じですね。うん、あのー、これがねえあるところで僕まああー、まああのー。 よく行くバーがありまして、そこでね、まあ、大体、まあ、そこは若い子も来るんですけど、えー、僕が、えー、人見知りなんで基本、僕が喋りかけるのはやっぱり同年代なんですね。うん、で、同年代のおっちゃんにね、えー、ちょっと僕よりも先輩かなっていうぐらいの人に、何々さんつってね、えー、演歌んかって聞きます、って言ったら、 いや、まだ俺聞けへんわって言われて、ああ、そうか言って、僕最近聞くんですよ。俺はどっちがいクラシックの方にちょっとおっさんになってから目覚めたかなとかいう、そういうおっさんあるあるをこう、意見を交換してるんですけどね。うん。で、あ,あそうか。クラシックっていうのも、あの、おっさん聞きがちやなとか思いながらね。うん。で、でもう一人なんか別のね、 えー、もうちょっと先輩の60代のおっちゃんがおるんですけども、えー、その人とかはやっぱりカラオケとかで、えー、あのその人が歌うラインナップを見とったら何ですかねあの、えー、青春時代とかねあのそういうあの、まあ、演歌じゃないんですけど、まあ、ちょっと古い歌をね、えー、歌うんですね。 ほんなら、また30代前半ぐらいの、半ばぐらいのね、若い男,あの,男の子が、あのー、何々さんって、あのー、ね <laughs> 要は、歌、まあ、うまいしね、そのおっちゃんもうまいし、あのー、モテたいわけでしょ、言うて。ほんなら、なんで若いじゃ、モテたいちが、若い子にモテたいわけでしょ、言うて。 若い子子好きやし女の子をねほんなん,なんでああいうその青春時代とかチョイスするんですかねみたいな感じで言うてたからね「あのあ,あそうか」と「若い子の歌を、うん、あの歌った方がもっとモテるんちゃいますかね」ってまあその子は言うんですけども「いやちょっと待て」と。<laughs> <laughs> あの、いや、そんな若い子に、まあ、もう、その、俺も含めてですよ、おっさんは若い子にはモテへんと。別に、その、うん、若い子に寄せて、何もう、その、例え、何あんまり例えが浮かばんけど、それこそ、キングヌーとか、えー、ヒゲダンとか、そういうのをカラオケで歌いこなしたとしても、 おそただそれを歌いこなしてるおっさんでしかないんですよ。<laughs> だから別に、あの、モテるわけではないんですよね。だからそれを僕は、えー、言いたかったんですね、その場で。うんうん、そういう、堀さんなんかも、堀さんなんか面白いな、あのー、もう、あっからさまに、えー、ジャックさんって、あの、スナック行ったらね、僕ね、 チューブ歌ったらねモテますせ、ね、え <laughs> でもおっさん丸出しのお話してきますからああおもろいなーって世の中のそういうスナックのお姉さんたちはチューブ歌ってくれるおっさんにはあのなんていうもう,うなんていうん最高みたいなこうテンションが上がるとかねそういう、うん、上がんのかなうん。 まあでもスナックのお姉さんはまあそ商売ですからね、それこう盛り上げたりするのがね、えー、何うとてもモテるんちゃいますかって心の中で思いながら。<laughs> ねええーえー、そうですね、えー、46分ですね。はいえー、昨日 えー、まあ、いろいろ、まあ、花毛のおばちゃんとね、今だから、えー、ちょい飯クッキングの YouTube と、あと、その、花毛のおばちゃんとやってるラジオと、で、このおつかレデオと、あと、えー、ちょっとね、えー、花毛のおばちゃんの、その、えー、髪の毛染めに行った動画とか、プライベートの動画とか、そういうのを、まあ、ちょいちょい上げていってるんですけども、 その中で、まあ、これも、ね、人気になればいいなと思ってる、えー、あのー、ね、えー、コーナー、コーナーになればいいなと思ってるので、ちょい飯シリーズじゃ,じゃなしに、外食シリーズね、えー、飲まれへん俺とおばちゃんがコーラで、えーで居酒屋に飲みに行くっていうね、そういうのがちょっと面白いんちゃうかなと思って企画を立てて、まだ一回しか、 やってないんですけど、ねえー、あのそういうのでね、えー、お店をね次どこ行こう次どこ行こうかなとか思いながら自分で食べ歩いて、えー、あここ頼んだら撮影させてくれるかなとか思いながらね、えー、行った店で昨日ね「モズ八幡」っていう場所にねある正宏さんっていうね、えー、居酒屋さんに行ってきたんですけども。 も,もちゃんとね、えー、編集してくれてるも,もちゃんと一緒に行って行ってきたんですけども。むちゃくちゃ美味しいんですよ、そこが。もう、こんな、ね、あ,あのほんまに美味しい、うん。そこがね、これ美味しい。これ、ここ鼻毛のおばちゃんと来て、ね、おばちゃん行って、 に食べて、まあおばちゃんね、鳥とホルモンが食わ、食べれないんですけども、まあそれ以外のもも全然美味しかったんでね、えー、これはおばちゃんつれてできたら喜ぶやろうなとか、ここで撮影できたら盛り上がるんちゃうかなとかね、いろいろこう考え持って、えー、やってたんですけども、あ、いい店見つけたなまたそこのマスターと、えー、奥さんがねご、ご夫婦でやられてるんですけど、まあプロレスに詳しい、プロレスが好きでね、 まあプロレスの話が花咲いて、えー、もうだいたいたまあ僕はたまたまプロレスですけど、野球の話にしても、あのおっさんとか、えー、やけに詳しい、ね野球に詳しいおっさんとか、えー、バーとかそう飲み屋行って語り出したら、長い長いってあるじゃないですか、野球おじさんみたいな。うん もう、俺ちょっと野球、あ、僕は野球全然詳しくないんでちょっと分からへんけど、また野球の話して、なんか若い子に絡んでて、偉い自分の思い出話をの野球詳しいね、その世代のことを押し付けてんで、みたいなのあるじゃないですか。あんなん嫌や,やな思ってたんですけどね。もう、僕もプロレスおじさんですね。えー、そういうプロレスの話を、ねだからあんなんになったあかん、野球おじさんみたいになったあかんと思って僕は、 一切そのこ、そういうことは喋らなかったんですよ、今までね。だけど、つい最近もう、おっさん化が進んでるから、ついプロレスの話をしたら、まあ、気持ちいいんですよね。<laughs> これで、で、昨日もその、ね、まさひろさんっていうね、居酒屋で、プロレス好きやから、そのマスターとプロレスの話したら、もうね、延々喋ってれるんですよ、もう。もう、ご、 このまなんか、新日本プロレスかプロレスの当時の写真で、えー、もうその10、10人ぐらい。 プロレスラーが、5、今からこれ50年前の写真ですけど、これ誰、この10人誰かわかりますみたいな感じで、古い写真を見せられて、僕全部当てましたからね。<laughs> まあ、どんだけこんなの好きやねんっていうね、そんな昔のお話がね。えー、まあまあこれからもどんどんね、おっさんが進む、進むんでしょうけどね。はい。えー わびさびさんありがとうございます。僕ね、ほんとこれ怒ら、ちょっと、わびさびさんやねん。俺、かずみ、かずみさんって今まで俺呼んでてん。わびさびさんっていうね、僕、あのー、リスナーさんは、サンセットアワーでもね、有名なヘビーリスナーさんで、その、僕はわびさびさんとも会ったこともあるし、話したこともあるし、えー、認識はしてるんですけど、 こういう感じで来られたら、僕、あの、わびさびって読めなかったんですよ、これが。えー、かずみにしみ。え、かずみにしみさん女性あんまり、だから、全部言った、本名言ったらあかんな思って、いつも、かずみさん言うて言ってたんですけど、わびさびさんやん。これね。ありがとうございます。ちゃんともうこれで認識しました。はい。 えー、そんなわびさびさんからね、お便りもらってます。皆さんこんばんは。花毛のおばちゃん、YouTube でよく見てるし、一度おばちゃんの料理を食べて食べたいと思ってる。毎回食べてるジャックが羨ましいけど、っていうことでありがとうございます。ほんまに羨ましいでしょ。<laughs> だって美味しいから。うーん、ねいや、でもこうやって見てくれてんのありがたいですね。えー 花毛のおばちゃん、これね、花毛のおばちゃんの料理ね、本当にその、持ってるとかね、まあ、写撮影してるから、あの、なんていうのかな、まあ、こっちも一応芸人やから、うわっとこうね、あの、リアクション、美味しいよリアクションせなあかんとかね、一切ないですからね。一切なくて、自然に僕、あの、笑顔が出るぐらい美味しいですよ、花毛のおばちゃんの料理。あの、作る過程は雑ですけどね。 あの出来上がりは超美味しいですね。うん。いや、本当にね、これね、あの、よく言われるんですよ、これ。毎回動画見てる方からね、いや、私も食べてみたいとかね。えー、まあ、たかあの、本当に分かりやすくね、あの、えー、味付けの感じとか、だいたいこう、YouTube 見ながら、みんな真似して作ってくれてるみたいですよ。うん。僕も、あのー、ね、 えー、ハンバーグはねおばちゃんに教えてもらったレシピでやってますし、えー、あれが最高にやっぱ美味しいですね、うん、はいえー、そんなえー、感じでねえー、昨日たまたまあのいつも、えー、YouTube でね、えー、白鷺の白鷺焼き鳥 えーえー、串小町ってね花毛のおばちゃんとも行った、えー、焼き鳥屋さんにたまたま僕、えー、あの帰りにねちょっと寄っててんてんっていうね猫ちゃんがいるんでもう僕その猫に魅了されてるんでねちょっとてんてんに会いに行こう思ってちょっともう夜。 言ったらもう店、ね、々だけ見してね言うて、えー「こんにちはこんばんは」言うて入っていってでちょっとそこのマスタータニアンとマスターと喋っとったらそこにまだ電気ついてて中に俺っていう客が客に見えたんでしょうねおるからまだ飲めるんかなみたいな感じのご夫婦がねバーっとのぞい外から覗いてるんですよ。 で、タニアンが、いや、もう終わりましたで、言うて、言うてた、あ、断ってるわ、思うとったら、あれ、ジャックやろみたいな感じでね、えって言って、あれで、しかも、俺の本名を言うんですよ。山田、山田やー、言って。え、なんでと思って。で、俺も出て行って、僕ね、目悪いし、夜やからね、 ちょっと本当に誰かわからんかったんですけど、え、誰誰みたいな感じで言ったら、あの、僕、小学校から中学校からずっと同級生のね、えー、やつやって、おおみたいな感じになって、で、奥さんの方も僕同級生で、同級生同士で結婚したみたいでね、おお、久しぶりやなー言うてね、えらい話が盛り上がってもうて、ああ、でもやっぱりあのー、ね、えー、 やっぱりこう、おっさんになってんな。<laughs> 他人を見て、あ僕お自分もおっさんやのに、久々に同級生とね、見て、その、言うたら、変わりよよって言ったらおかしいけど、まあまあ、いい感じに年を重ねてるんやけどね。えー、ああ、やっぱり、ね、面影はもちろんあるし、あ懐かしいな、言うてね、えー。でもやっぱりこう、 うわって思いますね。えー、あお、俺も、あの、そういう年になってんねんでってね、自分に言い聞かせ,言い聞かせてね、えー、あの、まあ僕もどっちがあか言ったら、えー、あんまりそのア,アンチエイジングみたいなのあんまりしない方ですけども、うん、ねええー、まあでも久々にそういう再会ができてね、えー、よかったなと思ってね、うん。 地元最高やなと思いますね。えー、はい。えー、っていうことでね。えー、今週も1時間たっぷりお,、えー、お送りしましたけども。はい。<coughs> えー、今週、まあ、ゴールデンウィーク始まりますけど、ゴールデンウィーク,ウィーク中はー、これといって、えぇ、ー、ねあの、イベントが僕はないのです。はい。ゴールデンウィーク明けの、 5月10日に、また竹内吉か作家の竹内先生とやる TJ ブルースというのが、また日後橋のアワーズルームというところでありますんで、ぜひ、えーね、5月の10日、えー、日後橋アワーズルームでね、えー、またお会いできれば嬉しいなーっとね、いっぺん TJ ブルースもね、山あのー、花毛のおばちゃんじゃない山田ジャックも見てみたい,いう人はね、あのー、を、 終わってからもゆっくりね、えー、あのー、喋れますんでね、ぜひね、お話でもしに、じにあってお話したいわ、みたいな感じの方でも全然 OK なんでね、ぜひ、えー、アワーズルームにお越しいた,いただけたらありがたいと思っております。はい、えー、皆さん、良、えー、き、えー、週末、良きゴールデンウィークをお過ごしください。山田ジャックのウミガメでお別れです。お疲れ様でした。生きて会いましょう。